今日はですね、なんと現役チャンピオンの與座祐樹くんがクレストから来ていただいて、今日一緒に練習してもらいます。お願いします。撮影のために来ていただいたわけじゃないですか？あ、じゃなくですね、今日たまたま本当今日来る予定で。これ與座さんにそのお願いしたっていうところはどういう理由があるんですか？いやもう本当に僕もすごい勝手に技術盗んだりとかしてるぐらい、もう技術力すごいし、強さもあるし、最高の練習パートナーかなと思って来てもらってますね。すごい。うまい、2人とも。
すげえ。こんな髪やついないですよ。このタイプ違う人は言われたけど。初めてです。初めてだよね。こっちも初めてです。最後まで打ち合ってくる人いないですよ。まあ確かに。同じです。すげえ。はい。よし。四つ目かな。はい、シェイ
初めての一緒に練習させてもらえるってことで、すごい緊張してきたんですけど、めっちゃすごかったですね。自分の良さを消されて、武井さんの得意な展開に持ち込まれるっていう、上の階級とやっても、オランダ世界でやっても、なんかやられることあんまなかったんで、久々にすごいなと思って、刺激になりました。もう今の K1 って言ったら、武井さんとか、こう引っ張って作ってきてた K1 だと思うんで、その人と一緒に今日練習できて本当いい経験になりましたね、はい、いい意味でこうまだまだだなって思えた練習だったんで良かったですね、はい、いやもうトータルですごいですね。技術力といい空手の強さもあり、あの崩しとかそのムエタイっぽい強さもあり、やってみて余計におこんなんやるんだっていうの思いましたよね。最高の練習パートナーじゃないですか。海外行ってもこんな選手いないし、あんだけ打ち合い最後まで付き合ってくれる選手がいないし、全部打ち返されるし、まあ、技術もすごい。僕結構だから勇気の技術パクってるんですよ。そうそう、ヨザキックとかアメリカでめちゃくちゃ使いましたからね。めちゃくちゃあの大好評でした。大好評っていうのか分かんないですけどみんな嫌がってましたあと武井と一緒で夜中寝れないっていう、あもうタイトルマッチ前やばくて、ずっとあの武尊さんの本読んで、マジ、はい、余計寝れなくなっちゃうなんかこういうメンタルだったんだなって思うとちょっと楽になって、あ本当走っちゃおうみたいな、走りながら涙出てきた、あ一緒だ